バリ島オリジナルバッグ獅子の、生島直美です。こんにちは。今日こう見てもらった天気ええでしょ。ちょっとね曇ってるぐらいの方が綺麗に撮れるそうなんですけれども、若干ちょっと曇ってきてますけれども、緑がものすごい綺麗に見えております。ここは獅子プンゴセ館店の裏のカフェトピっていう社食みたいな、もちろん一般の方は大歓迎の、うちの直営カフェで、からお送りしております。今日はね何の話しようかなって言ったら、天気ね、今雨季なんですよ。雨季ってね、なんていうんですかね、数字はバリは年がら年中暑くて季節とかないんでしょって言われるんですけど、まあ一応なんとなくありまして、今フルーツもね、旬で言えばもうマンゴーですね。なんといってもマンゴー。あと昨日あそこの通りとも分かんないですけど、そこでライチ見たね。ただライチはあれはインドネシア産じゃないんかな、葉っぱまでついてたからあれですけど、ライチがまあありましたけど、ライチたまにね出てくるんですけれども、今は雨季です。何かといえば雨季なんですけれども、雨季と乾季に綺麗に分かれて、いつから雨季ですかって言われるんですけど、なかなか難しいですよね。日本もそうなんですけれども、何月から、きっちり今日から雨季ですっていう、日本の梅雨宣言みたいにね、梅雨開会式じゃないけどあるでしょう、日本もね。あんなみたいに出なくてですね、まあ要は雨降ってるし、これ雨季やろと、思った日からが雨季と私は判断しておりまして、今は完全に雨季ですね。とはいえ大体の感じから言うたら、まあ9月の末ぐらいからだんだんね暑くなってきて雨が増えてくるように思います。で、例年の感じからいくと、もうこんなこと言うとお客さんいるからあかんのから、年末年始がものすごい雨降って暑いような気がしますね。ただもう、なんていうんですか、日本カラカラで寒いでしょ。だから、もうお肌もカビカビになるから、潤いに来ていただいたらいいかなと思っております。ほんで昨日ね、朝ものすごい天気良かったんで、私ちょっと遠出をしました。私が遠出するって言っても大したことないんですけど、バイクで35キロかな ?40 キロぐらいのところにですね、私バイクで行くもんで、車もある、あって、一応車の免許も持ってんですけど、まあバイクで行くんですね。で、昨日天気良かった。まあ、天気良かったら行こうかなと思ったら、昨日ものすごい天気良かったんで、行くぞと思って、ね、洗濯物干してっていうか、洗濯物が干されてるのを見て、私も行こうと思って、まあ、行ったんですけれども、いろいろ布の買い付けしたり、久しぶりに友達と会ってお昼ご飯食べたりですね、今日見てもらったら分かるんですけれども、フェイシャルをしてきましてねって、見ただけでは分からないと思うんですけど、まあ、半分遊びみたいなんで、その電波サール35キロぐらいのところ行って、さて帰ろうと思ったら、ウブドでね、ちょっと会えたら会いましょうと、私は会いたかったんですけど、会えたら会いましょうねと言って、ウブドで待ってくださってる方がいて、その方からメッセージが入ってまして、そのフェイシャルでこう、寝てましたからね、それ終わった後にこう、パッと携帯電話を見たら、メッセージが入ってて、生島さん、そろそろ戻ってくるんじゃない、ウブドに戻ってくるんじゃないですか、こっちはものすごい雨と雷です、旦那さんが、直美さん戻ってこれるかなと心配していましたよっていうのが入ってて、私はものすごいびっくりしたんやけど、その時電波サロンはまあまあ曇ってるぐらいやったんですね。せやけど、まあ雨降ってるっちゅうからには降るんやろねと思って、もう覚悟しまして、私完全防備でね、カッパね、夫のカッパで、上ジャケット下ズボンのこう分かれてるセパレートタイプの完全防備のカッパを着ましてですね、自分のカバンもメットインって言うんですか、キハルでメットインというか、メットの下に入れて防水バッチリしてバーンと行って、まあ少々の雨ならね、私ここに99年から住んでおりまして、ずっとバイク、ほぼバイク生活なんで、少々の雨だったらね、この程度の雨ですか、これを日本の方は豪雨って言うんですねぐらいの感じがあったんですけれども、どっから降ってくるのかしらぐらい思ってましたらですね、もうバイクに乗り始めて5、6分ぐらいで降ってきました。バラ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 っとね降ってきたんですけども、私大人なんでちゃんと着てましたんで問題なしと思ったんですけれども、進めば進むほどにですね、パラパラパラからバラ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 、ボチ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 ってなって、こっちの雨をぼちぼちっていうわけですね。皆さん日本でもゲリラ豪雨とか最近ありますけど、その中に出て打たれることってないと思うけど、あれぼちぼちぼちって言うんですね。ぼちぼち、これぐらいの感じで、ぼちぼちぼちってなっても、まあまあぼち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 って言いながらも言ってたんですけど、昨日はね、何がねちょっとまずかったかといったら、
途中でですね、本当ウブドと電波サロンのちょうど間ぐらいのところに、間ぐらい、まあウブド寄りやわね、ウブド寄りのところのロットングっていうあの村があるんですけど、そこがものすごい冠水してまして、インドネシアはこう、用水路がね、右と左に2本もあるとは思うんですけど、見えないでしょうかね。あの道路のこっちに用水路が、これぐらいの幅で流れてんねんけど、いろいろゴミなり、お供えの後のなんかこう、いろんな、なんか葉っぱとか花とかがですね、用水路にボン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 掘り込まれたり、用水路に流れていったりって、すぐマチェットね、なんちゅうの、詰まる。ほんでそっから水がブワー出てくる。で、ちょっとロットンドのその辺が、ちょっとこう、まあ、ウクドに行くに従って、ちょっとずつ、なんちゅうの、その、上がっていくからね、その、下からウブドに上がっていく私としては全部水は降りてくんねんけど、特にあそこがちょっと下がってね、急勾配になってて。そこで水がもう湧き起こっててですね、マグマのごとく左右から湧いててですね、車もなんていうの、要は川になってるわけね、道が。で、どこまでが道で、どこからが用水路かわからない上に、バリの道、まあ、バリに限らずですけど、インドネシアって道路がこう、一つでぼっこり穴が開いてたりしてですね、そこが見えない、なんかね、くるぶしまで水がとかじゃなくて、すねまで行ってまして、すねやから、もうその濁流やから全然地面が見えなくて、そこに例えば5メーターの落とし穴があっても分かんないわけですよね。で、そこをこうみんな車の人とかが、バイクもですけど、ビビるわけですね。これ行ってええものかと。ね。で、そこのビビって、ちょっとずつブレーキ、ビビって渋滞が、起こってまして、で、私としてはこう、今日もですけど、草履を履いてるわけですね。で、草履が何かって言ったら、濡らしたくないから、私の抜群の、バランス感覚と、コアでですね、バイクに乗りながらも絶対に、足をつかないということで35キロね。あるんですよ。35キロぐらい足つかずに。信号あんまりないから、うまいこと行くんですけれど、行くことがあるんですけれども、もう最後まで頑張って、その川の中に、ぼちゃーってついたすねまで行ったっていうね。で、もバイクなんかギアを変えたりですね、エンジン止めるというか、止めちゃうともう水入って、何台か止まってました。で、あれになってはいけないと思って、一生懸命私は行きまして。でもすごい水があまりにもすねぐらいまであったから、対向車がこう来るとですね、波が起きるわけですね。で、波でこう、ちょっと流されるんちゃうかってなって、で、さらにこう、もう、なんて言うんですか、みなもなのね、わかる？みなもって。どんぶらこの水面でですね、それを見ながら穴が開いてんちゃうかっていう前の車の車輪の動きを見ながら、その車輪がボコってなったらそこは穴ってことやから、前の車輪、車の車輪がちゃんとしてるとこだけを目指してこう行ってるとですね、水面を見つめていくからどうなるかっていうと、でこう。ってなってくるんだよね。酔うわけですね。皆さんもバイクに乗って、洪水のところを走るときはですね、酔いますから気をつけてくださいねって、そんな機会ないわーって、わーってことなんねんけど、流されるのかなと思いながら、私はウブドに、その後、道路は大丈夫になって、徐々に雨は減っていきましたけれどもね、雨足自体は別に良かったけど、雷怖いね。雷バリバリバリーって言ってて、そこまで私は怖くなくて、子供を迎えに行った夫と子供は、撃たれるんでちゃうかと思ってビビって、ほんまに撃たれるからね、気をつけてくださいね。ギトゥーだやろ。ほんで、そやから、何があれかって言ったら、雨足自体は大丈夫だった。雷も私はそこまで怖くなかったけど、私史上最大の、冠水量でした。っていう地味なオチというか、地味な話なんですけれども、一人でこり上げ盛り上がって、多分体温が、一度ぐらい上がってると思うんですけど、怖かった。怖かったね。水はどこに行くんやろうね。海に行くのかな。気をつけてくださいね。っていう、そういう、ところでね、45歳になって、会社もやって、子供が2人いて、お店も何軒かやってて、すごい、なんていうのかな、ちゃんとやってる経営者やけど、やってると思いたい。けど、バイクに乗って、対向車が起こす波に流されそうになりながら、雨でびしょびしょになってバイクに乗ってる、なんかこう、ああ、生きてるなと思って、なんかこう、私、いいなって思った、昨日の話でございました。ごめんねこんな、まあ、ある程度笑ってもらったらそれで、グーです。で、チャンネル登録ね、チャンネル登録、よかったら、してくださーい。以上。